コロラド州シャイアン軍シャイアン軍は、アメリカ合衆国コロラド州に位置する軍である。2000年現在、人口は2231人である。軍庁所在地はシャイアンウェルズである。シャイアン軍は、ベント軍北東部及びエルバート軍南東部を分割して、1889年3月25日に、コロラド州議会によって、現在の協会が定められた。 アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積4614平方キロメートルである。このうち4614平方キロメートルが陸地で0平方キロメートルが水地域である。総面積の0.00%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は人口2231人880世帯。 および600に家族が暮らしている。人口密度は0平方キロメートルである。0平方キロメートルの平均的な密度に1105件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人92.87%、アフリカン・アメリカン0.49%、先住民0.76%、アジア0.13%、 太平洋諸島系0.00%、その他の人種5に1 1及び、根結0.63%である。この人口の8.11%はヒスパニック、または、ラテン系である。この軍内の住民は28.80%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が7.10%、25歳。 以上44歳以下が26.20%、45歳以上64歳以下が21.30%、及び65歳以上が16.60%に、渡っている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は100.60人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は98.40人で、ある。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は37,054ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は44,394ベードルである。男性は32,250ベードルに対して、女性は19,286ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,850ベードルである。 人口の11.10%及び家族の8.70%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の12.90%及び65歳以上の10.90%は貧困線以下の生活を送っている。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。